外れました。体に近いところ、空振り三振、タイムリーとはいきませんでした。満塁は変わりません。つなげなかったですね。まあランナー残っていますし、しっかり点に結びつけていきたいですね。そうですね。さあこのチャンスでバッターボックスには1番の桑原が入っています。内野はバックホーム体制ですね。しっかり捉えた。ワンバウンドヒットになった。サードランナーホームイン、セカンドランナーも今ホームイン。ベイスターズ追加点、6対1になりました。さらに三塁二塁のチャンスが続きます。ご覧いただきましょう。ここで見事なタイムリー、点差を広げます。当然ね、ダメ押しまで行きたいですよ。勝利に近づく追加点、あとは最後を守りきるだけでしょう。バッターは2番太田。まあここで攻撃の手を緩めずに最後まで攻め続けてほしいですね。さあ終盤でこの点差ですが、まだまだ攻撃の手を緩めません。ここは内野は前進守備ですね。まあバックホームを最優先に考えているんでしょうね。そのようです。これが3球目、ファウルになります。4球目は何で来るか。外の低め見極めます。アウトコース打ちました。ここは打ち上げています。取ってツーアウトです。バッターボックスには3番佐野。今日はまだ当たりがありません。ベイスターズこの回7人目のバッターになります。これは低めストライク。これは見送ってボール。打ちました。取った。一塁送球、一塁アウト、スリーアウトです。しかしこの回ベイスターズ2点を追加しています。8回終わって6対1、 DeNA ベイスターズのリード広がっています。もうここは西さん、ファンも安心して見ているでしょうね。選手もね、まあここまで来るとまあ一安心ですよね。そうです。打ちました。さあどうだ、このフライはどうだ、落ちるか。バッターボックスマクフォール、今日はまだ当たりがありません。さっきはアウトになりましたけど、いい当たり飛ばしましたからね。ここは慎重にいった方がいいでしょうね。そうですか。まずはワンアウトを取っています。2球目は何で来るか。インコース決まった。低めの変化球です。アウトコース打ちました。大和が掴んでツーアウト。バッターボックスには代打の相澤。さあ西さん、なんとかここは意地を見せたいですね。当然ベンチもそれを期待してるでしょうからね。そうですね、この起用に応えたい。
初球ボール。入りました。引っ張った。サードが取る。一塁送球します。これで3アウト。試合終了になりました。試合を制したのは DeNA ベイスターズです。今日は西さん、打撃で圧倒しましたね。本当ですね。打線がよく頑張りましたね。よく打てたと思いますね、今日は。本当に打線がつながったゲームになりました。勝った DeNA ベイスターズ、大きな今日は勝利になりました。一方のカープですが、残念ながら敗れてしまいました。ご覧のように今日のゲームは DeNA ベイスターズが見事勝利を収めています。今日の解説は西俊久さん、里崎智也さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで横浜スタジアムから失礼いたします。